東、赤石山は四国に位置する標高1706メートルの山である。愛媛県四国中央市と新居浜市の境界に位置する。東、赤石山は愛媛県東部に位置する鳳凰山脈の最高峰であり、日本二百名山、花の百名山、及び四国百名山の一つである。乙女社人に代表される特有の高山植物、そして鉄分が酸化され、赤茶けた観覧岩がむき出しの荒々しい岩峰で知られる。この赤茶けた岩石が山名の由来である。地質的には南側偏西帯に属し、長塩基性岩が広く分布するため東、赤石山観覧岩帯と呼ばれる。北側斜面は五老津岩帯と呼ばれ、角栓岩やエクロジャイトなど、高圧化で生成した変成岩が見られる。嶺北には、クロム鉄鉱、弾観覧岩を採掘した赤石鉱山が1980年頃まで存在し、登山路戻井町川又を南進し後、両津林道終点から、この赤石鉱山を経由するルートが一般的だった。現在では、五老津林道の水害による荒廃の一方、峰南は道路整備が進んだため、道村伊香達、瀬場からのルートや、道村床鍋から権現古市経由のルートが一般的である。なお、嶺北からは、土井町川又、または、五老津林道終点から五両津尾根の送電線、保線路を利用し、権現古市に至るルートもある。山頂には三等三角点、赤石が設置されている。山頂から、西の峰続きである八冠山の南麓に、山小屋、赤石山荘がある。ありがとうございます。